り調子に乗っとるとそこからコロンって落ちるよ。私の誕生日だな。みんな来るかな。いいに来るかな。来るかな。おお。どういたしまして。まだ開けてあげるわ。
ちょっと一回広げてみましょうか。はい、つみっこブラシの柄の傘になります。これがカノさんのファースト傘になります。お、まあ、ちっちゃいこのね傘ってね合ってないようなものなんですけど、お兄ちゃんが選んでくれました。はい、はい、次誰のがいい？おばあちゃん。あ、おばあちゃんのがいい？どういうこと？四角い。四角いね。箱けんか。せーの。片方と負けない方。せーの。毎年思うんだけどさ、それさ、思うんだけど、それカノさんの誕生日プレゼントだね。花形が盛り上がらない。違う違う、これってかっこいい。え、これかけるように。そう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 、あのおばあちゃんがカノさんにかき氷の機械買ってくれました。じゃあシロップ入れるって言ってみた。はい、シロップはママが用意しました。おお、じゃあこれかき氷食べ放題ってことやん。はい、あの今度作るときにサブちゃんでやりたいと思います。おお、うまそう。はい、じゃあ回収します。次ママから。おお、本当に？あのね、ママはお兄ちゃんとお姉ちゃんが選んだ靴と傘のあの軍資金出しております。こちらカノさんのに。うわー、丸い丸い。どう？えっと、わかった。あれあれじゃーん。なんだこれ？ママのパパの？かわらしい。これじゃん、パパの何？これママのでしょ？あれママどうぞ。母ちゃんの。母ちゃんの？母ちゃんのよ。カノさんのヘルメットと言います。あ、つまり自転車のあるってこと？はい、あのね、ハヤがちっちゃい頃使ってた足がこぐやつのないね自転車をいとこが使って、それをまたカノさんが使うことになりました。おお、おめでとう。なんですけど帽子がないと危ないので、今回ママ帽子をプレゼントしました。おお、ほらー、怖いよ。これエベントでしょ。うん、ほらー、お花柄のを選びました。はい、かわいいね。ちょっと大きくなっても使えるやつです。はい、さあラスト、パパになります。どっちを先開けますか？あー、こっち。はい、じゃあそちらから開けてください。あー、ありがとう。何かな。あー、何かな。じゃあ、うわこれね、数字を勉強してもらおうと思ってパパが選んだらしいです。こちら対象年齢がジャスト3歳から。おー、これけど、また後で開けましょうね。はい、次もう一つ、ラストこちら。ラストの大きいんだよ。もうこれで最後ですよ、パンちゃん。ビーあれ、うわー、おっと、これあやさん見覚えありますね。はい、空手顔のシーズン。はい、あやさんがね、今ね自由研究でやってるやつなんですけど、これ水でお絵描きができます。お、え、水で絵描き。はい、マットの感じになってて、ペンにお水かなんか入れたら描けるのかな。暑い中遊ぶ大変だよね。カノさんお水遊びが好きです。なのでお家で遊んでほしいとこちらパパ買ってくれました。なんかカノさん一番反応がなかったぞ。カノさん、ちょっとママだけに教えて、どれが一番嬉しかった？せーので、これと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 とこれとこれと。カノさんは気を使ってくれる子だったみたいな。でも全部気に入ってくれたようでよかったです。開けてるよ。はい、後で開けます。なんでこんなにプレゼント多くなったかというと、あのね、ツイッターのね上の欄に書いてたんですよ。カノさんの誕生日プレゼント3歳の子何がいいと思いますかってバーっていろんな人に聞いたんですよ。で、聞いてるうちに何を買ったらいいか分かんなくなって、買ってるうちに増えちゃったっていうオチでした。あら、まあカノさんにとったらラッキーですね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。おめでとうございますって言われたらありがとうって言うよ。よくいくよ。お誕生日おめでとうございます。あー、ありがとう。おめでとう。おめでとう。かんちゃん、ケーキは起きてからね、先お昼寝ね。はーい、はーい、私の傘カーノって名前書かなあかんな。